はい、皆さんおはようございます。すみません。はい、おはようございます。コメントスクリーンは使えそうですか？大丈夫ですか？あ、はい、ありがとうございます。ちょっとさっき調子が悪そうだなと思ったので、あ、コメントスクリーンですね。調子というかなんか、ちょっと画面とうまく いかない場合があって、じゃあ今日は大丈夫ですね。はい。では、始めていきます。離散最適化基礎論の7回目になります。今日はグラフの焦点引き込みという話で、ちょっと前回言った通り、ちょっと構成が変わってるんですけども、あ、変わって、順番変わってて今日は、この焦点引き込みという話をしていきます。はい。でですね、ちょっとスケジュールのことを言っておくんですけども、来週は、調布祭片付けということになっているので、授業はないんですけども、レポートの1回目ですね、の話を、話が、その出題があります。それは、授業というような形ではやらないで、講義のウェブページとかクラスルームの方で連絡をするという形になりますので、その指示に従って、レポートの方を取り組んでください。よろしくお願いします。はい。あ、それがここですね。これ来週号ですね。はい。で、それで、今日の目標はこれになります。前回ですね、グラフの演算として和とか積とか累乗とかってなったんですけども、今日は別のものとして、まあ、焦点引き込み。まあ、これ演算と呼んでいいかどうかわかんないんですけども、まあ、グラフに対する操作です。で、操作を、考えまして、まあ、これと順動形はどういうふうな関係があるのかってこともちょっとお話をします。で、もう一つですね、グラフのコアっていう重要な概念があるんですけども、これをちゃんと紹介して、これも順動形において重要な働きをするんですけども、まあ、これはその今日ですね、定義を述べて、次回以降もう少し詳しい話をしていくっていうことになります。で、このコアっていうのはすごく重要な概念になります。で、今日はですね、無効グラフも有効グラフも出てくるんですけども、まあ、単にグラフと言ったら両方指すと思ってください。はい。じゃあ進めていきます。まずはグラフの章ですね。ですね、グラフの章を、定義するためにはですね、まず分割というものを、導入します。で、分割って何なのかってことを多分ですね、いろんなところ、例えば、まあ、離散数学とかでもですね、紹介があったかもしれませんけども、まあ、ここでもちょっと、復習という形でやっていきます。で、集合がありまして、まあ、ここで有限集合としてますけども、まあ、本来有限である必要はありませんが、まあ、この講義では有限集合しか扱ってないので、有限集合とします。有限集合の分割、パーティションといったら、これはですね、V の部分集合属ですね。ここでシータと表してますけども、セータと表してますけども、まあ、その V1、V2、点点点 VK ということですね。で、次を満たすものとして3つ条件が書いてあります。で、ここでですね、部分集合属、V の部分集合属っていうのは何かっていうと、これはですね、ちょっと今色が悪かったかな。V の部分集合属っていうのは何かっていうと、V の部分集合の集合だと思ってください。まあ、それを、まあ、部分集合属というふうに呼ぶことが多いので、ここでもそういうふうにしています。属っていうのは、ファミリーっていう英語の、まあ、略なんですけども、だから、サブセットファミリーとかっていうふうに言ったりします。部分集合属のことはね。だから、何言ってるかっていうと、ここに今 V1 から V9 と上げてるのは、これは全部 V の部分集合です。これらは全部 V の部分集合属ですね。はい。で、それらが、ここに書いてある3つの性質を満たさなくちゃいけないと言っているわけです。で、それ何かというと、一つ目は、この V1 から VK どれも、非空集合です。空集合ではありませんということですね。はい。で、二つ目。違う I と J に対して、VI と VJ の共通部分は空集合です。だから、要素の重なり合いがありませんということを言っています。はい。で、三つ目は何かというと、この V1 から VK を全部、持っては集合です。合併を取ると、V になると。いうことですね。だからこれ何かというと、まあ、気分はですね、下に書いてあるんですけども、今この1、2、3、4、5っていう集合があったら、まず、これで V1、V2、V3 っていうふうに、この場合 K が3になりますね。3つの部分に分けてるという感じになるんですけども、どういうことかというと、どういうことかというと、これ、1、2、3、4、5という、この3つの部分に分かれているというふうに思ってください。で、これらは、まず空集合ではない。が1つ目ですね。で、2つ目は、この3つに分けてるんだけども、2つの部分に含まれる要素はないですね。
これ、言葉で書くと、二つの部分に含まれる要素はない。そうですね。で、三つ目は何を言ってるかっていうと、これはですね、このちゃんとこの1、2、3、4、5っていうのを見たら、その、どの要素もどこかの部分には含まれているということですね。どこかのであるって書いた方が良かったかもしれませんけども、まあ、ある部分に含まれる。まあ、それで、つまりこの分割っていうのは全体を、なんかこの場合なんかこの、こういう感じですね。分けてるというような、まあ、イメージを持ってほしいということです。よろしいでしょうか？分割です。いいですか？はい。でですね、分割を使って、今からそのグラフの章というのを定義するんですが、こんな感じになります。今、有効グラフで定義します。有効グラフの章を考えます。で、その時にはですね、必ずこの、頂点集合の分割っていうのがくっついてきます。で、言葉遣いとしては、グラフの分割による章、グラフ G の分割セータによる章、クォーシェントという感じで、定義します。で、それをですね、このような形で書きます。G 割るセータとか。違います。G 割るセータじゃないですね。セータは、G 割るセータですね。G 割るセータ。セータ分の G。G 割るセータ。で、どういうことかっていうと、その頂点集合はセータです。だからその分割の部分が頂点になると。下の例から見た方がいいですかね。今、これ1、2、3、4、5っていう5個頂点を持つような、グラフがありまして、その分割として1、2っていう部分、3、4っていう部分、5っていう部分があるという感じですね。で、そしたら、その部分が、その章においては、だから、これが G で、これが、G はシータなんですけども、でその分割の、その一つずつ一つの部分が頂点になっているのが、この章です。ですか。で、どこに個があるかというと、だから VIVJ と書いた、これはその VI から VJ に向かって個があるんですけども、どこにあるかっていうと、その VI の頂点ですね。VI の頂点である U と VJ の頂点である V、を使って UV がこのグラフの辺になってて、個になってるという形です。で、その時にこの、章の方にも個があるという形になります。で、例えばですね、今こう3号っていうここに、個があります。で、そしたら、これはその赤いところから緑のところに個があるので、この章の方にも赤から緑に向かってこう個があるという形になります。で、これ今ですね、この3から5っていうことを、4から5っていうことがあるんだけども、この章の方では、そもそもどちらでもいいから取ってきて、一つだけ書いていくという形になっていると思ってください。で、今、青を見るとですね、青からは、まず赤に向かっていってる子があるので、青から赤に向かう子があります。で、一方で赤から青に向かう子もあるので、赤から青に向かう子もある。で、例えば、青から緑には子がないので、青から緑には子がないと。いう形になるわけです。いいですか？で、青から青って、こういうのがですね、青から青、青の中にある子。で、それは、この青から青っていう、まあ、いわゆる自己ループですね。こういうものに対応している形で、子が描かれるという形になって、これが G のセータによる章になります。よろしいでしょうか？これ定義ですね。で、まあ、これ定義しているだけなんですけども、で、これはですね、まあ、順動形と関係あるというか、まあ、順動形関係あるというか、まあ、順動形そのものと言ってもいいんですけども、まあ、順動形。あ、で、その前に、向こうグラフの場合ですよ。向こうグラフの場合は、前回もやったんですけども、もう、辺があったら、それを両向きの矢印、個であると見なして、作りましょうと。作りましょうっていうのは、章を作りましょうと。こういうことになります。で、例えば、今ですね、この、向こうグラフがあります。で、この青、赤、緑の、分割があるんですけども、で、この時には、この、もともとある、この、向こう辺をですね、有効辺だと思う。だから、両向きの矢印だと思うわけです。
両向きの矢印だと思って、この右のように、章を作ります。ですか。で、そうするとですね、今は、ちょっといい例を持ってきてるんですけども、この青から赤、青と赤の間は、両向きに矢印がある。で、赤と緑のところにも、両向きの矢印がある。こういう形になっています。で、矢印があるところには必ず両向きの矢印があるってことになります。なんでかっていうと、その赤から緑に向かった、例えばこの、穂がですね、あれば、この一つの向こう辺をですね、その両向きに分けたことによって、その矢印ができているわけだから、逆向きも必ずあるわけです。いいですよね。だから、赤から緑に穂があれば、緑から赤にも穂があるという形になっています。で、これが崩れるのは、崩れるというか、両向きでなくなる場合っていうのは、一つだけあって、何かというと、例えば先ほどのように、1と2の間にもともと向こう辺があったとしましょう。で、そうするとですね、これを両向きにすると、こんな感じになると。で、そうするとですね、先ほどのルールに従って、グラフの章を作ると、この青から青に戻ってくる、自己並路っていうかですね、自己ループができるわけです。で、そうするとですね、この、ちょっと困るんですよ。なんで困るかっていうと、説明の順番が悪かったら、このグラフ自体をですね、右に作ったグラフは今、有効グラフなんですけども、これを無効グラフと見なせなくなるから、つまりですね、上の操作の逆操作ができてるだからです。ちょっと戻るとですね、今、この赤がなかったら、この上のところにある、上のところ、この、あれじゃないですね、この横に作ったグラフの章、有効グラフなんですけども、それはこの上の、操作を逆巻きに戻して、この右のグラフに適用することで、これは向こうグラフであると、見なすことができるわけです。そうすると、この向こうグラフの章も向こうグラフって形になって、まあ、対応がいいわけです。対応がいいわけです。で、これができないのは、先ほど言った通り、これ1、2とかって、ここに、辺がある場合。その同じ、色って言うんですか、同じ分割のですね、部分の、分割の同じ部分に含まれる2つの頂点間に辺があったりすると、それを先ほどと同じような形で、章を作ると、この、青から青に戻ってくるような、弧が作られてしまうことになっているので、上の規則によって向こうグラフと見なすことができなくなって、まあ、困っちゃう。つまりその向こうグラフの章が向こうグラフにであるという形にならなくなってしまうので、あんまり対応が良くないんですね。で、そういうことが起きないのはいつかというと、逆の言い方すると、この同じ部分の中に辺がなければ、そういうことは起きなくって、この章っていうのが向こうグラフであると見なせるようになるわけです。つまり、それはですね、とりも直さず、この各部分が独立集合である。その中に辺がない。ってことと同じなわけですね。で、それによって、まあ、上に書いてあることが、まあ、成り立つというか、そういう性質が出てきます。つまり、分割における各部分が独立集合である。その各部分において、中に辺がない。ならば、章を、右のように向こうグラフと見なせるということになります。ので、まあ、今後ですね、向こうグラフの章を考えるときには、その、分割の部分は、独立集合であるような場合を考えることが多いと思ってください。はい、まあ、あんまり出てこないかもしれませんけども、まあ、そういう形になっています。はい。で、そうすると、章を向こうグラフと見なせるということになります。いいでしょうか。まあ、ここまででもう10分以上使ってしまって、ちょっと時間を使いすぎですね。で、これでですね、章は定義をしたんですけども、じゃあこの章と、準動形がですね、どう関係してるのかって話をします。で、それがここですね、性質。で、実は、今のように作った、G から、この章を作ったんですけども、この章に向かって G から必ず準動形作動があります。そうですね。で、これは、ちょっと正面の条例書いてますけども、これはもう、この色そのものが、準動形作動です。だから何言ってるかっていうと、今、この、左側がグラフで、右側がその章なんですけども、この青いところは青いところに移すと、赤いところは赤いところに移す。これですね。これがそのまま、準動形作動になっています。で、これは、まあ、その章の作り方からわかるわけです。なんでかっていうと、この辺があるところ、辺っていうか、ここですね。ここがあるところ。ここがあるところには、必ず、その、章のところにも、こうつけてるわけだから、こがこに移るっていう、性質はこれで満たされるわけです。で、それが準動形においては、
満たすべき性質があるわけなので、確かにこの F っていうのは順動系不作動であるということがわかるということになります。で、まあ、細かいことはちゃんと確認する必要があるんですけども、これ皆さん、自分で確認できると思うので確認してみてください。よろしいでしょうか？だから、そうですね。よろしいでしょうか？そうですね。そんな感じで、まあ、順動系っていうのが、自然と出てきます。で、これ自然な順動系なので、まあ、こういうのを、まあ、自然な写像とか自然な順動系っていうふうに呼ぶことが多いです。まあ、章があれば、それに対してこう自然にこういう順動系が作られるということになります。で、この、章、これもう一個あったかな？あ、なかった。で、この章を使うとですね、非常に重要な、まあ、写像全般というか、まあ、いろんなところでよく出てくる、非常に重要な、この写像が分解できるっていう話を証明できるようになります。で、それがこれです。何かというと、ですね、まあ、これ、標語的に書いてますけども、順動系写像は、単写順動系と全写順動系の合成です。さあ、何を言ってるんですか。今、これ有効グラフが G と H、まあ、この下のような G と H がありまして、順動系写像 F ってあります。これ F 順動系写像です。で、まあ、どのように写しているかっていうと、この A を今、この赤く書いてますけども、A に写る頂点を、この F によって A に写る頂点を、この G の方でも赤くしてます。で、そうすると、まあ、右下に、この、まあ、オレンジというか黄色があるんですけども、だから D に写るのは2、6、7。で、B に写るのは4。で、C に写るのはない。こういうような順動形。で、これ確かに順動形になっていくことは、この図でおいて確認してください。順動形ですね。で、まあ、そういうものが、任意に考えられます。を与えられます。F が与えられます。で、この時に何が性質として成り立つのかというと、ですね、まあ、結論から言うと、この F っていうのを I と S っていうものの、合成として書けます。で、まあ、それ合成として書くんで、このなんか間にちょっとグラフ持ってくるんですね。こんな感じのグラフです。で、これまあどういうグラフか後で言うんですけども、で、今このグラフが K です。あるグラフ K、有効グラフ K と、次の性質を満たす I と S となります。これ S、I と S です。で、この I と S、これも、この、グラフの間の順動系写像になっていると。いうのは一つ重要で、で、なおかつ、どういう性質を持っているのかっていうと、この i の方は、これ単写です。単写っていうのは、何だったかっていうと、まあ、この色の気分で言うと、今、もともとこの h の方には赤、青、水色、黄色って色がついてるんですけども、その写す前の方に、その、どういう意味があるのか。その各頂点に移っていく、k の頂点が、一つ以下しかない。1か0であるっていうのが、この i が単写であるってことの意味合いですね。で、確か今そうなってますね。この k の方を見ると、各色は1回しか出てきてないっていう感じになってます。で、2番目、s の方、これは全写になってる。全写になってる。で、全写ってのはどういう意味合いかっていうと、今この k の方では、この赤、青、黄色っていうふうにこう塗られてるんですけども、この赤、青、黄色がすべて、この g に出てきている。っていうのが、まあ、前者ってことの意味合いです。ですか？で、これで、このよく見てみると、この S と I の合成、つまり I 丸 S ですね。これが元の F になっていると。こういった形になっています。で、こういうのが、どんな有効グラフ、どんな順動系写像についても言えます。ということになっています。どんな順動系写像も、前者であるような順動系写像と単者であるような順動系写像の合成として書けるということになるわけです。いいですか？言いたいことはいいですか？だからこれは、その、すごいという、まあ、これはだから、今証明するんですけども、まあ、こういうことを、誰が起こったかということをちょっとわかんないんですけど、申し訳ない。だから、どんな写像もそんな感じで、まあ、分けられるんです。ちょっと後でまた言いますけど。で、じゃあ、まず証明してきます。すみません。証明してきます。流れが、ね、証明してきますね。で、ですね、これはですね、結局ですね、この K の部分が、をこれ作るんですけども、これはですね、先ほどの言い方で言うと、章として作られます。で、どういうふうに作るかっていうと、まずですね、状況としてこの G と H と F しかないわけです。で、そこから、まず、この G の頂点の、頂点集合の分割を作ります。それがこのセータです。で、これどうやって作るのかっていうと、もともとですね、この H があるわけですね。
で、F によってこの G の頂点が移されるんですけども、そのどこ、H のどの頂点に移るのかってことで分割を作るわけです。例えばですね、今、この、A という頂点が H にあるんですけども、この F によって A に移っていく頂点の集合っていうのを見ると、これ、この例で1、3、5です。ですか。で、こういうのはですね、この A という、集合の逆像って言ったわけです。A の逆像。だから A に移っていく、要素全体の集合です。F による A の逆像。ですか。で、それを、まあ、記号では、このなんか F のインバースみたいな形で書いたんですけども、まずちょっと注意しなくちゃいけないのがたくさんあって、F っていうものが、全関数であるとは限らないので、F の逆写像っていうのは存在しないかもしれないわけです。ですか。F の逆写像は存在しないかもしれないんですけども、逆像は存在します。ですか。逆像は。で、逆像のことをこの F のインバースを使って書く。F のインバースを使っているような書き方をするので、紛らわしいんですけども、F のインバースという写像はないんですね。ですか。だから、それはちょっと注意してもらって、で、そういうことは、皆さん、離散数学で勉強してると思うので、ちょっとここではあんまり詳しく述べないで、F のインバースってこれ書いたものは逆写像ではないんだってことだけをまず言っておきます。で、そうすると、同じようにですね、B に移っていくところ。4だけ。4だけっていうのは、同じように書くと F インバース B という、こういうような書き方をするわけですね。はい。ということになります。で、そうすると、同じようにですね、この F インバース D っていうのがあって、これが、集合としては267になるんです。ですか。で、同じような感じでやると、この C ですね。F インバース、だから C に移っていくような、頂点集合は何なのか、頂点の集合は何かっていうと、これはないので、空集合になるわけです。で、空集合は、この、分割の中には含めないようにします。ですか。だから、これもう少し、ここに書いてあることをちゃんと読もうとすると何かっていうと、H の各頂点 U に対して、この U の逆像っていうのを持ってくるんだけども、その逆像が空集合でない場合だけ取ってきます。ということで。ですか。で、そうすると、まあ、この例の場合には、その、シータっていうのを、まあ、ちゃんと書こうとすると、これは、F インバース A と、F インバース B と、F インバース D からなる集合となって、まあ、それをそれでちゃんと書こうとすると、初めのところが1、3、5。次のところが4。で、次が2、6、7。こんな感じになるわけです。で、これによって分割は作れます。で、この真ん中に置くはずの、先ほどの K という、グラフというのは、このセーターを使って作った章であるとするわけですね。とか、だからそうすると、まずこのセーターっていうのがちゃんと分割であるってことは確認する必要があるんですけど、とてもこれはできます。皆さんやってください。で、この分割を使って、G、をセーターで割ったものが K になります。で、これですね。今この F インバース A に対応する頂点。こんな感じになります。で、それでこの S と I っていうのを作るんですけども、S は先ほど言っていた自然な写像です。これ、章ですから、自然な写像が作れるわけです。で、実はこの自然な写像っていうのは必ず、前者になります。これ必ず前者です。で、それはちょっとまたここでは証明しないんですけども、皆さんから確認できます。で、I、こっちの単車の方ですね。単車の方は、この A っていうのがあったら、ここの頂点っていうのは、この元々のこの F インバース A に対応する頂点ですから、これは章の作り方から、これはですね、F インバース A なんですね。F インバース A そのものです。だから逆に言うと、F インバース A を A に移すような写像を I とします。あ、別のここは今 F インバース D なんですけども、F インバース F インバース D。F インバース D を D にします。同じように言うと、F インバース U を I によって U に移すという形で I を定義します。I という写像ですね。で、そうするとこれは、これちゃんと言いませんけど、皆さんが証明できることは、これが単写であるということになります。で、実際にこの2つの写像を使うと、ちゃんと F が I なる S。この S と I を合成すると、ちゃんと F になるということが証明できます。
証明自体はあんまりちゃんとやらないんですけども、まあ、これ概略として、このようにして、まあ、K と S と I を作ってあげればいいですよ、ということになります。で、これで実際、できると、証明が。ってことになります。いいでしょうか。まあ、だからこんな感じで、この、小っていうのを使うと、どんな順動計算像も、単車の順動計算像と前車の順動計算像の合成というふうに書けるということになるわけですね。で、まあ、もしかしたらこれに似たことを皆さんはご存知かもしれない。まあ、ご存知ないかもしれない。もしかしたらこういうことを、理算数学とかで勉強してるかもしれない。何かというと、これ普通のその、まあ、グラフない写像だと思ってください。だから、まずこれ、これだけ読みますね。何かというと、任意の集合 A と任意の集合 B と任意の写像 F があるとします。で、この時に、真ん中にですね、うまい C を取ってきて、うまく S と I っていうのを作ると、ここに書いてあるような、性質を満たすようにできます。で、何かというと、この I というのは単車、S というのは前車。で、なおかつ、この I と S の合成っていうのは、初めに考えた F と等しいですよ、という形になるというわけです。で、これはですね、実は先ほどの、性質として述べたものの、グラフを辺のないものであるというふうに考えれば、これが直ちにできます。これですね、辺がないグラフ。辺がないので、そのグラフの順動計算像におけるその辺を辺に移すっていう、性質というか、条件はですね、考えなくてよくなるわけです。で、そうすると、ただ単にこの単車である前車であるって、これだけはできます。ので、先ほどの話。で、そうすると、この C っていうのも、辺のないグラフとして、先ほどのその、グラフの小ですね、が作れるようになるので、この全体、この A と B も、と C は、ただ単なる集合であると。見なすことができて、つまり任意の写像っていうのは単車と前車に分解できるっていうようなことが成り立つということが分かるようになります。で、これよく知られた事実ではあるんですけども、まあ皆さんご存じないかもしれないので、ちょっとここで紹介しておくという形になります。で、まあだからこの今ですね、ここに紹介した性質っていうのはグラフ関係ないので、だからまあもしかしたら皆さんは理算数学とかそういうところで、こういうふうな分解ができるんだよってことを、まあ、聞いたことがあるかもしれないわけです。別の言い方すると、今紹介したものっていうのは、その事実を、このまあグラフの順動形にまで拡張したようなものになっているということになります。で、この分解っていうのは非常に重要な性質で、まあ、この授業、この後出てくることはないかもしれませんけれども、その写像の一般的な性質として非常に重要な性質でよく知られているので、ぜひ、そういうものがあるんだなってことを、心の中にちょっと留めておいてください。はい。で、これで、章の話は終わりになるはずです。そうですね。で、ここまでよろしいでしょうか。はい。ちょっと休憩には早いので、もう少しでやりますね。で、ここまでが章の話で、で、次はですね、聞き込みという、操作について、紹介します。で、ここら辺はですね、だんだん味わい深いんですけども、ですね、何かというと、例えばグラフがありまして、G と H ってあるんですけども、H は G の部分グラフであるとします。まあ、この例の、下の例を聞いていただくと、そんな感じですね。1、2、3、4で部分グラフ取り出してくると、H になると。まあ、こんな話になります。で、まあ、順動計算像を R を考えます。まあ、だから順度計算を持つような、G と H っていうふうなものを取っていく。H という部分グラフを取ってきてると思ってください。で、この R が引き込みとかレトラクションであるっていうふうな言い方の用語になるんですけども、それを定義します。R が引き込みであるとは何なのかというと、任意のこの H の頂点に対して、それを R で移したら自分自身になりますよというものがレトラクションです。で、ここに書いてあるのはそういう例ですね。今、G と H があって、H は G の部分グラフであるんですけども、この色がですね、ちょうどまた先ほどと同じような形で、順動形を表していると思っています。だから、この、順動形、これ今 R なんですけども、これが、実際に引き込みになっています。なんでかっていうと、先ほどと同じように、その同じ色のところに移すっていう思っていると、1に移るのは1だけ。こんな感じですね。だから、これ、ちゃんと、R 章で書く。R1 は1、R2 は2、R3 は3。こういうふうにならなかったな。R4 は4。で、R5 は4。R6 は3。こういうような順動計算なわけですね。
で、今、英一の頂点っていうのは1、2、3、4なので、まあ、この部分を見てあげると、確かにここに書いてある条件を満たしていると。こういうことですね。で、これは定義です。で、これを定義をですね、ちょっと違った見方をするとどんな感じになるかっていうと、順動計算法ですね。なんかこの H ってグラフが、ここになんかこうあるんですけども。ごめんなさい、これはちょっと場所が悪かったな。まあ、なんかこの中にですね、なんか G をなんか折りたたんでいくような、なんかイメージを持つっていうような話を初回したかもしれません。で、そうすると何かっていうと、1、2、3、4を、G の頂点、1、2、3、4、5、6を H に移すときに、まずこの H がある部分は、同じ通りに移します。この引き込みでは。引き込みではそういうふうになります。だからその1、2、3、4、させ。R が引き込みであるならば、R が引き込みであるんだったならば、この1、2、3、4を移す場所っていうのは、もうすでにこの青い部分よりこれ決まるわけです。決まるわけです。で、1、2、3、4の間には辺があるので、まずちょっと辺も書いていきます。じゃあ、残りのこの5と6っていうのを、うまく、この H に移して、つまりこの中に埋め込んで、全体として、グラフの順度計を作れますかってことが、まあ、聞かれてるわけですね。で、実際これできるというのが、このつまり R という、順動計、引き込みが存在するってことになるわけですけども、で、実際どうやってるのかっていうと、5は緑だから4のところに移ると。で、6はオレンジなので3のところに移ると。で、そうすると、辺自体はどんな感じで埋め込まれているかっていうと、まあ、3と5、4と6、5と6、こんな感じですね。で、こんな感じに、だから、何かというと、その1、2、3、4の部分は、どこに埋め込まれるか、それから決まっていて、5、6の部分、残った部分もうまく、まあ、畳み込んで、この H の中に埋め込められるというような形のものが、引き込みです。だから別に言わせると、この G の中にこう H がもう既にあるんだけども、ここにこの他の部分がだからまあ引き込まれているというかね、まあ、そういうような形で順動計算像が定義されているというふうに思ってください。で、そのような順動計算像のことを引き込み、レトラクションというふうに言います。で、ここまでいいですか？なんかこう、H という部分があって、そこになんか他の部分がこうなんか引き込まれていると。そういうようなイメージを持ってください。で、この引き込んだ先のですね、こっち側、この H のことを G のレトラクトと呼んだりします。ちょっとレトラクトはちょっとですね、日本語わかんなくて、で、まあ、まだレトラクトかなと思ったので、レトラクトと書いてます。まあ、トポロジーっていう数学の分野があるんですけども、まあ、もう、まあ、そこでも、まあ、レトラクトっていう英語があって、日本語でレトラクトっていうので、まあ、レトラクトとここでもしています。はい。だからその時もなんか、だからトポロジーってのはなんか何でも、図形の連続変形そうですね、行うと思ってもらうような、数学なんですけども、まあ、そこでもなんか、あるものがあって、そこにこう、他の部分がですね、なんかこう吸収されていくという、そういうようなイメージを持つのがこのレトラクトなんですけども、まあ、そういうことをこのグラフでもやってるというふうになります。で、このレトラクトかレトラクションです。引き込みっていうのを今から、どういう性質を持つものなのかってことを考えていくということになります。で、まずですね、重要なこと。H が G のレトラクトであるならば、何かというと、G と H は順動形同値です。順動形同値って何だったか忘れてしまったかもしれませんけども、これはどういう記号だったかっていうと、G から H に順動形作用があり、かつ、H から G に順動形作用がある。こういうことですね。そういう記号でした。で、このことを順動形動詞というふうに言ってまして、で、これはですね、定義からすぐに分かります。なぜかというとですね、まずですね、そもそも、H っていうのは G の部分グラフなんです。だから、H をそのまま G の中にすっぽりと入れるっていう順動形作用が存在します。だから H から G への順動形作用があります。だからこっちが正しい。じゃ一方で、レトラクトであるっていうふうに言ってるんだから、先ほど言っていた引き込みですね、レトラクションっていうのはもうすでに存在するわけです。で、引き込みっていうのは順動形作動であるわけだから、G から H に順動形作動もあると。わかるわけですね。こちらも正しい。ということで、順動形動詞であることがわかるということになります。いいですか？
で、そうするとですね、いろんなことがわかる。何かというと、例えば、このことから、いろんなことがわかります。例えば、すみません、ちゃんと書いてある。H がですね、H が G のレトラクトならば、G の染色数と H の染色数が等しいです。純度系同値だから。純度系同値だから。どういうことかっていうと、例えば G から、完全グラフ KN で、純度系素数があるとすると、これ、H から G にあるんだから、H も N 色で塗れるということがわかるわけです。ですか？一方で H が N 色で塗れれば、G も N 色で塗れるわけです。ですね。だから、その何色で塗れるんだっていう、その何色っていう部分は G と H で変わらないわけです。だからその最小値である染色数も変わらないということになります。ですか？で、そうするとですね、このレトラクトっていうのは、面白いことを言っていて、今ですね、例えばこの G っていうのはすごく巨大なグラフで、100万頂点とかって、その染色数を知りたいんだけども、もう100万頂点になったらなんか、なんだろうな、コンピューターで処理しきれないというふうに思うかもしれないわけですね。で、その時に、もしかしたらそのグラフの部分グラフ、G のその100万頂点あるグラフのですね、部分グラフとして、そのなんかレトラクトっていうのが見つかったとします。で、例えばそれが、なんか、なんだろうな、8頂点ぐらい、すごく小さいとしますよね。で、そうすると、レトラクトと元のグラフの染色数と変わらないんで、その元々の、ね、G というそのすごく巨大なですね、100万頂点ぐらいあるグラフの染色数は計算できないなと思ってたんだけども、その小さなレトラクトっていうのが見つかったら、その小さなレトラクトの、小さなレトラクトの、染色数を計算すれば、それで元のグラフの染色数わかるようになるわけですね。っていう感じで、すごくレトラクトっていうのは、まあ、例えば、この染色数の意味合いにおいても非常に嬉しいわけです。いいですか？だからこの、今これ染色数のことを言ってますけども、これは、円染色数とかですね、分数染色数とか、いろんなことに対して成り立つので、そういう形で小さなレトラクトを見つけるっていうのが非常に重要な役割を果たすんだってことが、まず一つわかるわけですね。で、その、じゃ小さなレトラクトって何なのかっていうことは後の話になってくるので、それは、置いといて、とりあえずそのレトラクトっていうのが部分グラフとして、その染色数を保つ構造になってるんだっていうことが、一つ、我々にとって重要な事実になるわけです。はい。ではですね、もう少しレトラクトの、性質を見ていくんですけども、これ今後使うかどうかちょっとわかんないんで、その一応上げておきます。何かというとですね、レトラクトであることの、H がレトラクトであることの必要十分条件というのは、ここに書いてあるようなこととして挙げられます。でですね、これは本当になんか、検論っぽいんですけども、まあ、その検論はどうでもいいので、グラフの話しますけども、今ですね、任意のグラフ X、これ、任意のグラフを持ってます。で、任意の純動系を考えます。で、それ純動系と H から X の純動系、これ今 F ですね。というのがあるとします。で、そうすると、G から X に向かってある純動系が存在します。G から G。あ、そうか、まずその前のこの状況を説明しておくと、今これ X っていうのは頂点数3の、まあ、完全グラフであるんですけども、先ほどと同じように、この、純動系のことをこの色で表すようにしています。だから、赤い頂点が赤に移ると。緑は緑に移る。青は青に移ると思ってください。そんな感じで与えられている。で、そういう時に、この X と F はまあ何でもいいんですけども、それをうまく、与えたら、G から X にも、純度計算が存在します。で、まあ、それはですね、その R と F を辿っていけば、あるとわかるんだけども、特に、この、性質を保つようにできます。何かというと、その H っていうのはもともと G の部分集、部分グラフであるんだけども、この G によって、スモール G ですね。スモール G によって、このラージ G から X に向かって純度計算を作るときには、この H の部分のその写し方が同じになるようにできますよ。ってことを言ってます。いいですかね。いいですかね。いいですかね。だからそういう形で、この G っていうのを必ず作れます。で、これは逆も成り立つ。
今なんかこの図は、先に H が G のレトラクトだったら、そういうふうなスモール G 作れますよっていうふうに言ってるんだけども、実は、そういうそのスモール G っていうのを任意の X と任意の F について作れると、実は H というのは G のレトラクトでなくてはならない。ってことが言えます。言いたいことはわかりますか？なんかこれは割とちょっとややこしいことを要求しているというか、性質として述べてるんですけども、この性質自体はわかりますか？いいですか？わかんないかもしれないです。大丈夫かな？いいですかね？よくわかんない。なんか反応がないので、これは多分わかんないってことだと思うんですけども。だから、G としてそれを満たさないものを書いてあげると多分良かったんですよね。で、今、色がちょっと足りないなと思ってるんですけど、例えば、じゃあ、この G っていうグラフがあるんですけども、まあ、この X に向かって、順度計算を作ろうと思うんですけども、例えば、そのいうものがたくさんあって、ここが赤で、ここが赤で、ここが青で、緑がちょっとないので、緑の代わりに、ピンク使いますけども、これが緑。で、まあ、こういうような、順度計算像もあり得るわけです。G プライム。でもこの G プライムっていうのは、ここに書いてある性質に満たさないわけです。なんでかっていうと、左上の頂点を例えば1とすると、F1 っていうのは、これ、緑は、これですね。ピンクなわけですけども、で、G1 っていうのも、これピンクになってるわけです。で、これは今、等しいわけですね。等しいので、その、F と G においては、この、等しいっていう統合が成り立つんだけども、この G プライムを見てあげると、G プライム1っていうのは赤なんで、つまり、F1 と G プライム1っていうのは、これ等しくないんです。今この G プライムっていうのを作ったときには、この G プライムと F においては、この統合の関係っていうのは成り立たないということになります。だけども、この性質を言ってるのは、必ずこの H の部分と G の部分のこの移し方が同じになるように、この順道計算が作れますよということを言ってると思ってください。いいですか？でそれが、まあ、この今の矢印の、この右側、左から右の方を言っていくんです。まあ、実は右から左簡単なんですけども、だから、ま、左から右の方が、重要で、まあ、どちらも簡単というのは簡単なんだけども、今、この図で説明しているのは、左側が成り立てば右側が言えるということの、説明のつもりです。だから、そんなに、こういうその G が存在するんだってことは、当たり前ではないような感じがするわけですね。でも、ま、実際は、まあ、当たり前なんですけども、それをじゃあ証明していきます。それを、その証明の前に、このような G のことを F の拡大と言います。何かっていうと、H を X に移すときの、なんか、順度計算が決まっていたら、その G っていうのは、この F の性質を引き継いで G を作っているからです。だから、その H の部分の移し方は G と F で変わらないんだけども、それを、その、H に含まれない頂点の部分まで G においては拡大しているということになるわけです。だから、まあ、拡大とかエクテンションと呼ぶことがあります。じゃあ、これ証明していきましょう。で、今これ両向きの矢印なので、両向き、両方ともやっていきます。じゃあ、まず左から右。そうすると、今 H は G のレトラクトなので、引き込みが存在するわけです。G から H への。で、今、仮定としては、X と F っていうのを与えられたら、その時にこの G を作りましょうっていうようなことを行いたいですね。で、X と F が今与えられていて、G を作るんですけども、これは、まあ、先ほどの図を見ると、まあ、こういうふうに作ればいいんだろうなって思う、その通りで、この F と R の合成とします。このですね、この図にこの F と R、このところあるんだから、この合成としてこの G を作ります。で、そうすると、よろしい。で、よろしいというのは何かっていうと、ここの下に書いてある、性質を満たします。
まずその前に、F と R はどちらも順動系可動なので、順動系、すいません、今ちょっと、音が途切れてしまったので、もう一回言うと、ですね、どこから音が途切れていたかちょっとわかんないんですけども、G を F 丸 R とすると、F も R も順動系作動なので、で、順動系作動の合成も順動系作動であるということから、G も順動系作動だとわかります。すいません。順動系作動だとわかります。だから、G がまず順動系であるということでわかります。で、問題はですね、この後ろの性質を満たすのかということなんですけども、そもそも R っていうのは、引き込みなので、任意の H の頂点に対して、R と、RV は V になります。っていうのが、この引き込みであるということが分かってます。ちょっと場所が悪いかな。っていうことは分かってます。で、これを使いましょうと。で、今、この GV と FV が、任意の H の頂点 V に対して成り立つってことを言いたいので、任意にその H の頂点 V を取ってきます。で、これで、じゃあ GV と FV を計算してみるんですけども、GV が何かというと、F 丸 R というふうに G を定義してますから、GV っていうのは FRV になります。ですね。で、上でこの RV っていうのは実は V と等しいんだよというふうに言ってますから、RV の V に置き換えると、これ FV になります。つまり GV は FV と等しいってことになって、証明したかった性質が正しいということが分かって、これでこの片側の証明が終わります。よろしいでしょうか？ここまで。ですね。だからまあ、これはまあ、割と自然な証明だというふうに思いますね。じゃあ逆をやります。右から左。これはですね、ちょっと、この右側を仮定するんですけども、右側を仮定するんですけども、ちょっと右側が、長いので、星として、この星が正しいことを仮定します。でそうすると、ここでは、X と F っていうのは任意のもの、何でもいいっていうふうに言ってるんで、これをうまく選ぶことで、レトラクトを作るってこと、レトラクション、仕組みを作るってことをやってみたいと思います。で、どうするかっていうと、だから先ほどのような書き方で言うと、今 H と G があるんだけども、この横にある X っていうのをですね、自分で作っていいわけです。任意のグラフ X 取ってくれるから。で、この X として H そのものを取ってきます。で、ここですね。で、F っていうのが、この H から H への順動系作動だったんですけども、それとして、ここに書いてあるように、高等作動を取ってきます。高等作動を取ってきます。高等作動を取ってきます。はい。で、そうすると、ここに、この星のところで言ってるのは、必ず順動系作動ありますよって言った。そうすると、ここから、この順動系作動がありますよと言えるわけです。ですね。で、なおかつ、この順動系作動は、ここに書いてある性質を満たす必要があります。で、これ何かというと、任意の、H の頂点に対して、GV と FV は等しいって言ってますが、今 F としては、高等作動を取ってますから、高等作動を取ってますから、FV ってこれ V そのものになるわけです。ですね。だから、G として、GV イコール V を満たすものが存在します。ですか？これは取りも直さず、引き込みです。順動、G から H の順動計作動で、H の頂点については動かさない。ね、この G は、スモール G は G から H の引き込みなので、つまり H は G のレトラクトです。という結論が得られる。ということで証明が終わる。ということになります。よろしいですか？この任意の X と任意の F を考えているというところが、まあ、この星という条件のミソで、まあ、そのうまく X と F を選んできましたということになります。はい。で、これが、まあ、拡大の話でした。で、じゃもう一つやってから、休憩しますね。引き込みの合成は引き込み。まあ、当たり前のようなこと言っていて。何かというと、今、G と H が、K があって、で、H は G の部分グラフで、K は H の部分グラフっていう形で今作ってます。で、R っていうこの引き込みがありまして、で、もう一個 S っていう引き込みがありますとします。で、そうしたら、この合成ですね。合成も引き込みです。
っていうのが、この性質ですね。はい。で、下にですね、まあ、言い換えたものってありますけども、レトラクトのレトラクトはレトラクト。もう、何を言ってるかわからない。早口言葉のようなことを言ってますけども、何かというと、H は G のレトラクトなんですね。この R という引っ込みがあるから。で、K は H の引っ込みなわけです。この S という引き込みがあるから。あ、K は H のレトラクトなわけです。S という引き込みがあるから。だから K は G のレトラクトである H のレトラクトなんですね。だから K はレトラクトのレトラクトです。で、その K は実は G のレトラクトです。だから K はレトラクトのレトラクトなんだけども、それは実はレトラクトだ。ということですね。実際、まあ、G の中にこの K っていう部分があるんだけども、それはこの前の4、5、6っていう部分をうまく畳み込んで、1、2、3のところに持ってこれるということになるわけです。いいですか？あ、それがここで言いたいことになります。だから実際これは、そのまあ、S 丸 R っていう写像が仕組みであることの定義に書いてある性質を満たすことを確認すればいいので、で、その時にこの、もともと R と S が引き込みであるっていう仮定を使えばいいので、それは、単純に割とできます。で、実際次でやってみます。まあ、こんな感じですね。仮定は R と S が引き込みであるってことですね。で、まず、言っておかなくちゃいけないのは、引き込み、この S 丸 R っていうのもまず順動形であるってことは確認しなくちゃいけません。でもそれは R と S が引き込みである。つまり順動形写像なので、すぐにわかります。だからこの部分が大きい。で、もう一つ、S 丸 R が引き込みであることを、順動形写像 S 丸 R が引き込みであるってことを証明しようと思ったら、何を言わなくちゃいけないかっていうと、人間の K の頂点に対して、S 丸 RV っていうのが V と等しいってことを言えればいいわけです。だからそれを実際にやってみましょう。で、そのために、任意の K の頂点の V を考えます。で、その時に、この S 丸 R に V を、かぶさせたもの。つまりこれは SRV に等しいわけですね。これを見ましょう。で、そうすると、S も R も引き込みですから、RV は V に等しくって、SV は V に等しいわけです。だから、SRV は V に等しい。SRV は V に等しいっていうことが分かって、あ、確かに引き込みでしたということが分かるということになります。で、証明が終わる。よろしいでしょうか？で、この引き込みの合成は引き込み、レトラクトのレトラクトはレトラクトであるっていうことが、まあ、こんな、単純なことなんだけど、これが、休憩の後で重要になってきます。では、3分間休憩をして、この後、この引き込み、レトラクトの、性質をもう少し詳しく見ていくということをしていこうと思います。じゃあ3分休憩をします。はい。
はい、それでは再開していきます。今ですね、そのレトラクトのレトラクトはレトラクトであると、仕込みの合成は仕込みであるということを、証明したんですけども、その様子というか、ちょっと、ここでは何をやってるかっていうと、今一番上にですね、要素数、長さ6、頂点数6の、平を、向こうグラフを書いてるんですけども、この、グラフのレトラクトを全部書いてます。下では。で、ちょっとグレード見え方がいいかどうかわかんないので、ちょっと、うまく伝わってるかどうかわかんないんですけど、例えば、まあ、この右の上ですね。これはレトラクトですね。まず、一番上のグラフの、部分グラフでもありますし、まあ、気分としては、何を言えばいいですかね。気分としては、まあ、ここら辺の頂点は同じところに移してるんだけども、ここはこんな感じで移してるような、順度計算を考えると、確かにこの4頂点からなる、パースですね、道っていうのは、この C6、頂点数6の平路から、まあ、順当に角度で移されるものであるということがわかるわけですね。で、なおかつ、今の移し方は引き込みになっているということになります。で、まあ、対称性から、ここら辺にある6個は全部同じように、レトラクトになっているという感じですね。で、その下にですね、これは、頂点数3のパスが全部これ書いてあるんですけども、で、それで、この、C6 という経路の部分グラフになっているのが書いてるんですけど、これも、元々のこのグラフの、仕組みになっています。で、それは、まあ、例えばですね、これはなんか、下手にやると間違えそうなんですけども、ここは、動かさないで、これを、違う、これは危ないですね。間違えそうですね。あれ、間違ってるかな、そうですね。なんか、だんだんなんか間違ってる気がしてきて、やばいんですけども。大丈夫かな？これ、ここで。あ、大丈夫ですね。これ、ここで。こんな感じで打ちたいと。いいですね。大丈夫ですね。なんか、だんだん不安になってきたけども。こう、大丈夫ですね。はい、大丈夫ですね。で、これで、ちゃんと引き込みになってる、ペトラクトになってるということがわかるということですね。で、重要なのは何かというと、実はですね、これはその、ちょっと上に書いてあるんですけども、方眼関係があるわけですよ。何を言ってるかっていうと、今ですね、この、まあ、くその黒で、頂点集合を書いてるんですけども、まあ、この頂点集合の、方眼関係を見てみると、例えばですね、どこに、例えば、じゃあ、この、レトラクトを見てみると、このレトラクトに含まれる、別のレトラクトっていうのがあって、で、それはどこにあるかっていうと、じゃあ、これに含まれるものですね。これに含まれるもの何かっていうと、下にあって、これですね。こんな感じですね。ですかね。これ今一番上に書いた四角の角で囲ったものですね。これに含まれている、レトラクトっていうのは、3つあって、で、それは先ほどのレトラクトのレトラクト、レトラクトっていう言い方がありましたけども、だから、例えば一番下のこの右にある、これは、この青いもののレトラクトでもあるわけですね。青いグラフのレトラクトでもあって、で、それは実は、だから、一番上のレトラクトでもあるということが先ほど言っていたことなわけです。だから、そのなんか、レトラクトであるっていう、関係は、その推移性を満たすわけです。それは、その引き込みの合成が引き込みであるからですね。ですね。で、そうするとですね、これ何が、言えてるかっていうと、そういうふうに、そのなんか、部分グラフを取っていってっていう形で、レトラクトがどんどんできていくというふうに思うと、これ一番下にあるのはですね、まあ、これ以上、ここからもう、その、レトラクトできませんっていう、その行き着いたところなわけです。で、行き着いたところっていうのがあって、それはこの場合6個あるんですけども、それは今、これ全部違うグラフになってます。全部違うグラフなんだけども、実は共通する性質と思っていて、何なのかっていうと、この行き着いた先っていうのは、必ず、で、この場合は、点1個、なってます。で、どんなグラフ
から始めても、そのレトラクション、聞き込みを繰り返していって、どんどん小さなレトラクトを作っていくっていうことをすると、ある、その、まあ、一番小さな、極小なっていうふうに、極小な、レトラクトに落ち着くんですけども、落ち着いた先が、このように、その辺一つになるとは限りません。辺一つになるとは限らないんだけども、実は、その行き着いた先っていうのが全部同型になります。その、だからまあ、引き込みの繰り返しって言い方がいいかどうかわかんないんですけども、引き込みの繰り返しによって行き着く、行き着いた先は、ちょっと書けないんでちょっとずらしますけども、そこをね、このずらすっていうのは、ちょっと最近便利だと思っていて、先は全部同型。全部というのは互いにってことですね。ただこの場合は、その、どれもが、辺一つっていう同型なグラフになるんだと思います。で、もう一度ちょっと言っとくんですけども、この必ずこの引き継いだ先が辺一つになるとは限りません。今これはその、頂点数6の経路でやってるからそうなってるだけで、引き継いだ先が辺一つになるとは限らないんだけども、その引き継いだ先っていうのは、初めのグラフ、を固定すると、その行き着いた先っていうのは全部同型になります。これはそんなに自明な性質じゃなくて、今から証明するんですけども、それを紹介していきます。で、そのために実はこの行き着いた先とかですね、その極小なレトラクトっていうのに名前を付けます。で、それがコアです。グラフのコアです。で、一応だけ言います。グラフがあって、そのコアといったら、今言ったような極小なレトラクトのことです。で、極小なレトラクトっていうのをもう少しちゃんと定義しようと思うと、この下のような形になります。何かというと、H が G のレトラクトであって、K が H のレトラクトである。だから、G の部分集を H があって、部分グラフ H があって、そのまた部分グラフ K があるというふうなことをまず仮定しています。で、その時に、H が極小なレトラクトであるっていうのは何かっていうと、H が G のレトラクトであって、K が H のレトラクトである。で、そうすると、K は G のレトラクトでもあるんだけども、その時に K と H が必ず一致してしまう。つまり、H よりも本当に、真に、だから H の真部分グラフで G のレトラクトになるようなものは存在しないっていうことです。で、それが、H が G の極小なレトラクトであることの定義だと思ってください。だからこの場合は、この一番下にある、この6個が全部、これが、C6 のコアです。一個一個が C6 のコアです。いいでしょうか？これ定義ですけど。いいですか？ですか？で、先ほど言った通りのことを言うのかな？今から。で、それが、コアの一位性です。で、これが重要な性質です。で、これを残りの時間で証明していこうかなっていうふうに思います。で、先ほどの例で言う、まず、証明したことは何かというと、3つグラフがあって、G と H0 と H1 っていうのがあって、H0 が G のコア、つまり極小なレトラクトであって、H1 も G のコア、極小なレトラクトであったとしたら、その2つっていうのは必ず同型になります。H0 と H1。1は同型です。だから同型なので、だからまあその H0 も H1 も、まあ、この場合その、まあ、同じグラフ。同じ、見た目が同じグラフになるわけです。で、その同じグラフのことを、まさか、さして G のコアっていうのが、ただ一つしかないんだっていうふうに、まあ、思うというわけです。で、それが、まあ、この一位性っていう言葉に、込められた思いであるってことになります。で、そういうことがあるので、まず例を見てみると、先ほどの例で、C6 のコアは K2 である。まあ、こういう言い方ができるわけです。K2 って言うと、なんかそのグラフ一つしかないように思えるんだけども、先ほど言った通り、そのグラフとしてコアは、いろいろと違うものが出てくるんだけども、それらは全部 K2 である。だから、まあ、この K2 であるっていうような言い方を指して、C6 のコアのことを、この上にこの黒丸つけたもので表すことにして、それが K2 である。こういう書き方をすることになります、今後。それが下にも書いてあって、G のコアを G 黒丸で表す。
ということになります。で、ここまでは記法の話と、この一致性ってはどういう意味を表すのかってことの話で、今からやってるのはこれを証明するということです。で、これが残り20分ぐらいのトピックになります。流れはいいでしょうか？ありがとうございます。それでですね、この証明を、なんかですね、なんかいろんな方法があったって、その、テキストとかですね、論文とか見てですね、どういうふうに紹介するのが一番わかりやすいのかなとか、いろいろ考えて悩んでたんですけども、一応わかりやすいと思うものを紹介するんですが、それでもわかりにくい可能性があります。なので、まあ、質問してください。わかんなかったら。で、そのために一つ古代を用意します。古代を用意します。で、だから古代っていうのは今から、先ほど言ったことを証明することをやりたいんですけども、その証明の中で使う性質です。で、何かというと、まず、G と H でグラフがあって、H は G の列枠であると仮定します。これもこれも仮定です。で、この時に、H が G のコアであることと、H の任意の新部分グラフ K に対して、H から K に順道傾斜度が存在しません。ってことが必要十分条件です。で、これ新部分グラフですね。新部分グラフ。だからその H の本当の部分グラフですね。H 自身ではない部分グラフ。K に対して、これになります。で、これを、まず、証明していきます。まあ、あとの、この、定理の証明において、これ、両向きいらないんだけども、まあ、両方ともやっていきます。で、ちょっとここら辺は図がなくて、横着してるんですけども、まず、右から左やります。で、待遇によるので、何かっていうと、右側を、左側を否定します。で、右側の否定を導く。します。ただ、まあ、左側否定するんで、これコアではない。H がね。H がコアではないっていうふうに言ってるんで、H は G の極小なレトラクトではないっていうふうに言ってるんです。だから何なのかというと、H のレトラクトで、K、H とは違うものが存在すると思います。先ほど言った、ちょっと戻りますけども、この極小なレトラクトっていうことを言ってると、K が H のレトラクトだったら、H と K は等しくなくちゃいけないんだけども、今コアではない、極小なレトラクトではないっていうふうに、いるので、K が H のレトラクトだったら、H と K は等しくないということになります。で、それをここに書いてます。いいですか？コアではないから、H のレトラクト K で、H と K が等しくないものが存在することになります。だから、方眼関係で言うと、そもそもレトラクトであるので、H に K が含まれたわけです。だけども、等しくないから、等しいところが、否定されていると。こういう言い形になっているわけです。そうすると、K は H の新部分グラフであるわけですね。で、なおかつ、H のレトラクト K だから、H から K に、順度計算を存在するわけです。いいですか？だから、この右側が、否定されています。何かというと、H のある新部分グラフ K が存在して、H から K に、順度計算が存在するということになりますから、これで、右側の否定が導かれて、この待遇が証明できます。ということになります。ここまでいいですか？うん。だから、H が K のレトラクトだったってことは、H から K に引き込みっていう写像があるんだから、で、引き込みっていうのは順道形なんだから、これに出すということです。はい。で、これは一方向で、もう一方向やっていきます。で、これはこれですね。だから今は右側でやったら次は左側右に行きます。これをやっていきます。で、これも待遇によるので、何かっていうと、まず右を否定します。ですね。だから、H のある新部分グラフ K に対して、H から K に、順度計算を存在しようとします。で、ここがややこしくって、そういうような K っていうのは実はたくさんあるかもしれないですね。なので、そのような K の中で、頂点数最小のものを選びます。で、これが割と肝です。頂点数最小のものを選びます。で、そうすると、今ですね、これが言えます。K から K の順道傾斜像は必ず自己同傾斜像になります。だから今 K っていうグラフがあって、H っていうグラフがあって、これは、新部分グラフなんだけども、H から K に順道傾斜像もそうですが、こういう形になってるわけです。ですか？で、今、K は頂点数最小になるように、その中で頂点数最小になるものを選びます。で、今、じゃあ、K から K の順度計算を考えましょう。これですね。
これです。で、これ必ず自己統計作動になります。なんでかっていうと、自己統計作動じゃないとすると、何が起きているのかっていうと、だから、例えば、なんか、K っていうのが、なんか、こんな、ような、グラフで、まあ、これ、実はこれ、だから、超絶対称ではないということになるんだけど、それを置いといて、だから、順応系じゃないとする、同系作動じゃないとすると、なんか、どういうふうに言えばいいのかな。これはちゃんと書いておけばよかったな。ですね、同系作動は、自己統計作動は、で、ある場合は、じゃあ、ある場合をまず言いましょう。ファイっていうのが今書いてあって、これは自己統計作動であるっていうのはどういうことの定義だったかっていうと、であるとすると、何が満たされなきゃいけないかっていうと、まず、ファイは、これは全般者でなくちゃいけない。かつ、何かっていうと、この K、出てくるグラフが全部有効グラフだとすると、UV が、K の個であることと、φU、φV、っていうのが、K の、個であるってことが必要十分条件であるってことが、自己条件差であるとの定義。だったわけです。じゃあ、自己条件差じゃなかったとすると、ここに書いてある二つの条件のどちらかが正しく、成り立ってないことになります。で、もともと、φ っていうのは、φ っていうのはもともと、準動形なので、この矢印の左から右っていうのは、これ、もうすでに成り立っていることが分かってるわけです。これ成り立ってる。だから成り立ってないとすると何かなのかっていうと、全単者でないか、あるいは右ならば左っていうのは成り立ってないのか、どちらかなわけです。どちらかなわけです。で、じゃあ、全単者じゃないとしましょう。全関数がないとすると何が起きてるかっていうと、K っていうグラフがあるんですけども、その φ によって、映されない焦点っていうのが、φ によって映される先に何の焦点ですか？映される。ならない焦点っていうのが存在したわけです。K と K っていうのは、同じグラフなので、全関数がないとすると、その、まあ、全体ではないわけです。なので、その φ によって移される先に7頂点が出てしまうので、何かっていうと、この φ によって K 自身が K よりも小さいところに、こうなんか移されることになるわけですね。ここら辺に。そうすると、これ何が言えるのかっていうと、この移された先のこのグラフのことを、ただこれ K プライムと呼ぶと、何がわかるかっていうと、H から K に行って、なおかつ K プライムに行くっていう順動形の列が作れてしまいます。で、そうすると何が言えるかっていうと、H から K プライムへの順動形作用が存在して、なおかつ K プライムっていうのは H の、深部分グラフになります。いいですか？で、そうすると、この K プライムっていうのが K よりも頂点数小さいので、K の中で頂点数最小のものを考えていたと矛盾します。いいですか？だから、全単者でないってことは否定されます。いいですか？ここまでいいですか？すいません、ちょっと。このなぜはちょっと長いかもしれない。いいですかね。だから、必ずこのファイっていうのは全単者になるわけです。で、全単者になると何が言えるのかっていうと、この、だから全単者であるんだから、これ否定しようと思ったら、この、右から左が成り立たないことになるんです。だけども、今これ全関数だっていうふうに分かっているので、この右が成り立っていれば、この φ の逆斜像ですね。φ の逆斜像っていうのを作ってあげることによって、左側が成り立つことが言えてしまいます。なので、この、右から左が成り立たないってことも、これも規定されます。ということで、実際、この φ っていうのは、自己造形作用になってしまうってことになります。よろしいでしょうか？
だからですね、実際、自己統計作、えっと、なんだろう、統計作動を定義するときには、この前端者であるってことと、この両方の L 氏がいるってことを、初回かな、説明したと思うんですけども、自己統計作動の場合は、実は前端者であるっていうふうに言ってしまうと、この両向きの矢印が必ず成り立つということが言えてしまって、まあ、前端者であることだけを実は確認すればいいんですが、まあ、そういうことになります。まあ、いずれにせよ、この K から K の順動って必ず自己統計作動になります。で、これを使ってきます。で、こっちしたいんですけど。で、そう思って、この、何をするのかっていうと、今はですね、H から K に向かって順序列作動ありますから、何でもいいのに1つ取ってきます。2の順序列作動 F を取ってきます。で、それを、取ってきて、それを使って、K から K の順統計作動 A っていうのをこのように定義します。だから、H っていうグラフがあって、K っていうグラフは H の部分グラフなんですけども、新部分グラフなんですけども、そこに対して F っていう順動形があったら、それを、A に、それを K の部分に、制限することによって、この A っていうのを作ります。何かというと、この H の中に実際これ K があるんだけども、この F をそのまま使って、K から K の写像 A っていうのを作ります。それがこの定義です。ですか。この V っていう頂点を A によって、K の頂点、あ、K の頂点 AV に移すんですけども、それはな、この F を使って移したものと同じです。という形で A を定義します。いいですか。で、そうすると、この A っていうのは、K から K への順動形です。なぜかっていうと、もともとの F が順動形だから。で、そうすると、上の性質を使うと、これは、A は、K 上の自己同型作動になります。いいですか？ここまでいいですか？時間が足りなくなってくる気がしましたね。ちょっとすいません。ここの部分をもう少しちゃんと準備しておけばよかったですけども、だから A はこういうふうに定義したんですけども、これは自己統計作動です。で、それを使ってどうするかというと、この、A インバース丸 F っていうのをつけます。今、AA は自己統計作動だったから、前端者だから逆作動を持つわけです。で、その時に、この F 丸 A インバースをつけます。ですか。だから今、ちょっと先ほどの図で言うと、これがあったんだけども、今考えたかったのは A インバース丸 F の先に F をやって、その後で、またこの K に対して A のインバースを、かけましょう。そうすると何が起きるかっていうと、っていうのを使って、この、写像の性質を考えます。で、そうすると、実はこれは引き込みになっているということがわかります。なんでか、ちょっと前のページに戻りますけども、今、だからこれは H から K の写像になっているわけです。この A インバース丸 F っていうのですか。で、そうすると、この K の頂点がどのように動くのかっていうことを見てあげると、まず、K の頂点 V は F によって AV に移されます。それは AV イコール、あ、F、A、AV イコール FV というふうに定義してるからですか。で、それが F によって移された先なんだけども、それを A インバースによって移すと、AV を A インバースで移すんだから、その移された先っていうのは、これ V なわけです。なんでかっていうと、A インバース AV っていうのは必ず V だから。A インバースは A の逆作動だからですね。ってことで、K の頂点 V は必ずこの A インバース丸 F によって V に移されます。で、これは引き込みの定義に書いてあった性質を満たしますって言ってるわけです。ですか。だから、これ引き込みになります。いいですか。なんか何を言ってるかっていうと、H はもともと G のレトラクトだったんだけども、H よりも小さい K に向かって、もう引き込みが作れてしまうわけです。だから、H は G の極小なレトラクトではないということになります。つまり、H は G のコアではない。ってことになって、証明が終わるということになります。よろしいですか。ちょっとこの、なぜっていう、その、
その場の議論が多かったので、ちょっと追いにくかったかもしれませんけども、また復習しておいてください。はい。ということで、これは正しいということになります。で、これを個体として使って証明したかったこと。これですね。H0 と H1 が G の項だったら、H0 と H1 は、必ず同型になるということを言います。じゃあ、証明しますね。まず、これを仮定します。H0 と H1 は G の項だとします。で、そうすると、H0 と H1 は、そもそも G のレトラクトであるので、G と、順同型同値になるわけです。だから G と H0 は順同型同士で、G と H1 は順同型同士なので、そのことから H0 と H1 の順同型同士ということがわかります。これはですね、順同型同値性が、推移性を満たすってことと、まあ、同じですけども、まあ、そこから出てきます。書いておこうかな。順同型同値であることの推移性です。で、それを使うと、つまり、H0 から H1、H1 から H1 に向かって、順同型作用が存在することがわかります。で、それを、それぞれ F0、F1 と書くことにします。で、そうするとですね、この、この書き方はあんまり良くなかったですね。H0 から H1 への順同型作用、H1 から H0 への順同型作用が F1 ということです。で、この時に、F1 丸 F0 っていうのは、F0 の自己同型作用になります。今、H0、H1、H0 っていうのになってて、H0 から H1 に F0 っていうのがあって、H1 から F0 に対して F1 っていうのがあるので、H0 から H0 に対して、F1 丸 F0 ってこういう写像があるわけです。で、これは自己同型作用になります。自己同型作用になります。で、それなぜって、次のページで説明します。で、同じことをすると、F0 丸 F1 っていうのは、まあ、この隣にちょっと H1 があって、F0 があって、これがですね、F0 丸 F1 ですけども、これは H1 の自己同型作用になります。で、その理由は上の場合と同じなので、それを繰り返してあげれば、同じように証明できます。じゃあなんでですね、F1 丸 F0 が H0 の自己同型作用なのかってことを説明します。それはここですね。なぜ、F1 丸 F0 は H0 の自己同型作用なのかと。じゃあ自己同型作用じゃないとしましょう。そうすると、まずそもそも F1 丸 F0 は自己順同型作用です。なんでかっていうと、F0 と F1 が順同型作用だから、順同型作用の合成は順同型作用であるので、F1 丸 F0 も自己順同型作用です。で、ここの下に自己同型作用があることの、定義があって、これ今自己同型作用でないってことを定義す、確認、自己同型作用でないとすると、この自己同型作用であることの定義の、これ前端者であることが、まあ、否定されるというふうに先ほど言ったわけですね。否定するわけです。否定されるわけです。で、前端者である。じゃあ前端者でないとすると、実は先ほどの、話の、時と同じように、この FHM0 で打ち出す先のグラフっていうのが F0 の新部分グラフになってしまいますので、先ほどの古代と同じような議論を行う、あるいは古代そのものから H0 っていうのがコアではないっていうことが矛盾として導かれると思います。いいですか？ちょっと早いですかね？どうでしょう？これだから、古代よりって言ってるんだけども、まあ、古代と同じ議論をすることによって、その F1、F0 が前端子じゃないとすると、その F、その H0 の新部分グラフに移っちゃうことになってしまって、コアであることに矛盾してしまいます。だから、これは、自己同型作用になるということになります。で、そうすると、まあ、同じように F0、F1 の合成も自己同型作用になります。ね。分かったと。で、そうすると、何が言えるかっていうと、実は F0 と F1 が同型作用だということが分かります。ここはちょっとトリックになってて、何かというと、今書いていたのは何だったかっていうと、あ、そうそう、これは下のことで、それは何でかっていうと、下に上げる性質を使います。ここありますね。何かというと、今 F1、F0 っていう合成と F0、F1 っていうのは自己同型作用なので、これは前端者なんです。で、前端者だってことは何なのかっていうと、これ前者であり、加算者であるわけです。ですね。で、そうすると、今ですね、下に書いてあるような、性質があるんですけども、これ何なのかっていうと、二つの写像があって、この合成が前者だったら、前の部分も必ず前者になるってことが言えます。
これちょっとリサーチ学の復習って書いてあって、ちょっと下にイメージ図で説明しようと思ったんだけども、イメージ図で説明する時間ちょっとないので、イメージ図やめて、こういう性質があります。で、そうすると、今、F10 と F0F1 っていうのは前端者、つまり、前者であるんだから、ここから何でわかるかっていうと、F1 も F0 も前者だってわかります。ですか？これ、だから F1 まで F0 は前者なんだから、その前の部分、F1 は前者です。で、F0 まで F1 は前者なんだから、その前の部分、F0 は前者です。ですか？で、もう一個下に書いてあるのは何かっていうと、この合成が単者であるんだったら、後ろの方は単者です。こういう性質もあります。なので、F1 まで F0 が単者だから、そこから F0 が単者だってわかるわけです。で、同じように F1 も単者です。ってことは何なのかっていうと、F0、F1 は前者であり、かつ単者なので、F0 も F1 も前単者だってわかるわけです。で、まあ、前端者であることだけから、F0 と F1 が同型作動だってことは言えないんだけども、深く、観察すると、ちゃんと同型作動になるってことまで言えます。ちょっとこれは、端折ってますけども、ちょっとすいません、端折ります。で、その同型作動だってことが分かると、つまり何だったかっていうと、もともと F0 っていうのは、F0 っていうのは、H0 から H1 への準同型作動で、この F0 が同型作動だっていうふうに言ってるんだから、つまり H0 と H1 は同型なんです。同型だって結論が得られたということになります。で、これで証明が終わるということになるわけです。ちょっと最後、この同型作動であるということはちょっと足しおったんですけども、これは、まず前端者であるということは言えたので、あとはちゃんとその、辺同士が移り合うんだってことまで確認すれば、ちゃんと言えます。で、それは、証明できるので、もし、皆さん、興味があったら自分で、確認しておいてください。よろしいでしょうか？で、その、事実として、このコアの一致性っていうのが今後重要になってきます。はい。で、じゃあ、次回の話。で、今日のまとめをすると、今日は、その、まあ、ショーと引き込みっていう操作と、その引き込みを使ってコアっていうのを、定義しました。で、コアが1位だってこと、最後に重要な性質だということで、紹介しました。で、次回は何をするかっていうと、そのコアっていうのは、極小なレトラクト、それ以上もうレトラクトできま、引き込みできませんよっていうグラフとして現れるんだけども、そういうグラフは、先ほどその、頂点数6の平部の場合には、K2 っていうのができるっていうふうに言ったんですけども、じゃあ他のグラフからできうる、その、コアっていうのは何なのかってことをちょっと議論しようかなっていうふうに思います。で、そこでですね、またクネーザーグラフっていうのが出てくる予定になってますので、クネーザーグラフ忘れてる場合はちょっと復習をしてください。よろしくお願いします。で、次回になるんですけども、来週は調布祭の片付けの日になるのでありません。なので、授業としてあるのは再来週になります。で、来週はですね、必須レポート1というのを、出題する予定になってますので、それは、Google Classroom の方で、出題するという形になりますので、そちらの方をチェックするようにお願いします。はい。では、今日はこのあたりで授業を終わりにします。最後、コメントを書いて、終わりにしますので、コメント書いていってください。では、今日の授業を終わりになります。ありがとうございました。